ハンバーグなんてのもいいものだと思わないか。いたた。油断したわ。まさか冷蔵庫が反撃してくるとは。また腕を上げてね。お、プリンがあるではないか。とじこのやつが我のために用意してくれたのだな。おほう、このプリン。プリンプリンじゃな。ふ。ひっひ。では、いただきまーす。待て、食うな、それは巫女様のだ。いただきますとか聞こえたから嫌な予感したんだ。せっかく巫女様のために買ってきたのに。怒るのはまだ早いのではないかとじこ。これ、この通りプリンはまだ無事じゃ。なんだそうか、間に合ってよかった。高級なやつだからな、悪いが、やらんぞ。我が大使様のプリンだと分かって食うものか。ほうら、冷蔵庫に崩れないようにそーっと置いてやろう。それよりとじこ、お主なぜ冷蔵庫から出てきたのじゃ。買い物に行ったとあの変なものが申してたぞ。ああ、あの冷蔵庫は裏口になってんだ。別にとじこ持ってたわけじゃないぞ。ふふふ。お主今、ダジャレを言ったな、そうであろう。はあ、何を。とじこがとじこもる。は。ああ、そうだ、冷蔵庫に。プリン買っておいたんだ。好きだろ。ちょっと、大丈夫ですか。白と青のしましまでしたらあれ。いたた。なあ、と。お前何か隠してないか。なぜわかった。ふふふ、みやわかるよ。お前ずーっと挙動不審だったからな。しまったー。だが、私がわからなくても巫女にバレるだろ。ふふふ、ここは観念した方が良いでしょう。大丈夫ですよ。とじこは優しいですから。ちょ、巫女、こいつが何をしたかによってだな。ふふ、もしかしたらとんでもないことを。実は、とじこが大使様、我は腹が減ってそれゆえにプリンを。ですからプリンは食べてもいいと言ったでしょう。いいですか、ふと、心して聞きなさい。死ぬ気でね、死ぬ気しなさい。はひ、ひ。実は飯抜きのふとの前では言いにくいのですが。ふと、お茶をお願いします。はーい。お茶ですよー。ちゃんと二飲みを見てすげよ。おっとっとすまぬ。待て、おぞましいもので二飲みがいっぱいになる。そのおぞましいものを欲しいなんて人は。誰に言ってんだ？すみませぬ。ちょ、すごいダジャレんと。これがトのダジャレパワーだというのか。トの太もも。ふふ。ハハ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 ハ。最高です。簡単に笑いすぎだろ。てか話、このままじゃ。は、とじこ、とじこる。